フランスを味わうフランス食文化の魅力第4回はモネとゴーギャンの天気ブルターニュフランス人を理解する上で間違いやすいのがフランス人はラテン民族という考えです確かにユリウス・カエサルによって征服されローマ化されましたがそれ以前に このの地に住んでいたのは、ガリア人、ケルト人です。そして西ローマ帝国が滅んだ後、支配者になったのはフランンク族、族ゲルマン民族です。ですからフランス人はケルトラテンゲルマンの融合した民族でありその中の要素のどれが強いか地域によって大きく異なっているのです。 地中海に面したプロヴァンスはローマ化が早く進んだ地域でラテン色が色濃いのに対してブルターニはケルト色が濃厚です。なぜでしょうかブルターニは北は英仏海峡南は大西洋に面したフランス最大の半島からなる地方です。では、イギリス本島の グレート・ブリテン島のグレートブリテンはフランス語ではどうなるかというとグランド・ブルターニュ実はブルターニュ人ブルトン人の祖先はグレートブリテン島から移り住んだ人たちなのです。もうう少し詳ししし詳く説明しましょう5世紀のヨーロッパはゲルマン民族がヨーロッパのあちこちに国を打ち立てた時代です。 彼らの侵入は映画を誇った西ローマ帝国を滅亡させただけでなく、イギリスにいた先住のケルト系住民たちにも影響を及ぼしました。アングロサクソン族です。彼らはケルト系住民たちをコーンウォール、半島やウェールズといった西の端へと追い詰めました。そして。 行き場を失った彼らが船に乗って渡った先がブルターニュだったのですその後6世紀頃にフランスにやってきたゲルマン系フランク族との長い戦いの末9世紀にフランク王国に征服されブルターニュ公国が成立ブルターニュ公国は長く独立を維持しましたが 1532年フランス王国に併合しかしその後も長く独立を保ちブルターニュ公国が法的に廃止されるのはフランス革命中の1789年のことでその歴史は1000年近くに及ぶのですそのためフランスの一地方となった現在でもなおその独自性は 引き継がれており例えば道路標識はフランス語とブルトン語の2言語「兵器ですしブルターニュ独自の国旗グエンナデュも存在していますイギリスとともにブルターニュは戦死時代の巨石文化の遺跡で有名でこれはカルナック列石群です。 これはドルメ、史跡簿です。また土着信仰と融合した独特のキリスト教文化も生まれましたこれはアンクロ・パロアッシャル教会カルベール納骨堂外旋門等でできた伽藍で囲まれた聖教区などと訳されますこれも、 グエヌにあるアンクロ・パロアッシャルこれはカルヴェールと呼ばれる石像彫刻でブルーターニュ地方にはあちこちの教会に残されています。カルヴェールとはキリストの十字架および受難に関わった諸人物の像を意味します。これもそうです。以上見てきたように ブルターニュは、ロマン主義の時代からフランスで最も近代化や新思想に批判的な土地として、ラテン、ローマに征服されたガリア、ケルトの最後の砦として、独自の文化の古類を守ってきました。ブルターニュ出身の聖書学者エルネスト・ルナンは、この伝説の土地を、 キリスト教の堆積の背後から異教が立ち上ってくるようなプリミティブな世界と表しました。左の絵に描かれているパルドン祭りは、毎年5月から9月にかけてブルターニュの各地で行われる伝統行事、パルドンとは国会のことです。 信者たちは聖人の墓や聖人に捧げられた場所に向けて巡礼しますこのパルドン祭りは19世紀フランス美術における人気の次第でした祝祭のために地元ブルターニュの人々は伝統的な服装を着飾り野外での祭りに繰り出していったからです このようなプリミティブな世界ブルターニュの中で画家ポール・ゴーギャンが愛したのはポンタヴェンブルターニュの西の端のフィニステール県にありますちなみにフィニステールとは「地の果て」という意味です。1886年7月ゴーギャンは初めてこの村を訪れ 10月まで滞在しましたポンタベンはブルターニュ半島南岸の町カンペルレ近郊の海から数キロ離れた小村ですこのポンタベンでゴーギャンの絵画は斬新なものになっていきますこの4人のブルターニュ女のダンスにもすでにゴーギャンらしさが 出始めていますゴーギャンの2回目のポンタベン滞在は1888年1月末から10月末までですこの時ゴーギャンは新しいプリミティリズムの方向性を確立しますこの説教の後の原影についてゴッホへの手紙でこう書いています 私は人物に素朴で迷信を信じるような偉大な単純さを表現できたように思う。全体は極めて厳しい。私にとってこの絵に描かれている風景とヤコブと天使の戦いは説教の後で祈る人々の想像の中にだけ存在する。ゴーギャンにとってブルターニュが何であったかは 1888年3月、ポンタヴェンから友人の画家シェーフ・ネッケルに送られた手紙が余すところなく語り尽くしているように思います。私はブルターニュが好きだ。そこには野生があり原始がある。私の木靴が花崗岩の大地に響き渡るとき、私が絵画において探し求めている。 鈍くこもったような力強い音が聞こえるのだゴーギャンが初めてポンタベンを訪れた1886年の秋画家モネもブルターニュを訪れていますモルビアン湾に浮かぶその名も美しい島ベル・イルですモネは当初ブルターニュに 15日間旅行する予定でしたが、ベルイルに魅了され、75日間滞在することになりました。興味深いのは、同じブルターニュに惹かれながら、ゴーギャンとモネでは惹かれる対象に大きな違いがあることです。後に妻となるアリス・オシュデに、モネはこう書いています。 ここの海は全く美しい奇怪な形の岩と洞結の寄せ集めです。モネは島の西の端近くの小村の漁師の家に今を定めます。沖合を望むその地の帰還はモネにインスピレーションを与え彼は場所と状況雨や嵐などによって 数種類に分類される40点ほどの作品を描きました。アリス・オシュデ宛テの手紙にこう書いています。本当に海を描くには、その場所の生活を熟知するため、同じ場所で毎日毎時間眺め続けなければならない。だから僕は同じモチーフを 回回も6回も繰り返し、描き続けている。このブルターニュでの滞在でモネの中に連作という考えが次第に成長を続けていくのです全く異なるタイプの画家モネとゴーギャンを引きつけ2人のその後の転機にまでなったブルターニュその魅力は 多様です。